ハロータグのゲーム実況チャンネルへようこそ。ということで今回はこちらプロスペースやっていきたいと思います。ということで今回は一緒アリーナですね、こちらの方の、報酬をね引いていこうかなと思います。でまぁ、ちょっと軽くやって、3000万ポイントまではいったので、まあ、とりあえずここでね、もらった報酬を引いていこうかなと思います。で今回はね、まあ、ガチャ引くつもりはないので、まぁ、ここでまぁ、当たったらいいかなと思います。あとはまぁ、シチュアリーナも走る予定はないので、まあ、ここでちょっと当てようかなと思います。 10%30% でね、とりあえず今回 10%30% だけ引きます。でまあ S ランク出たら自チームの方で、まあ、その選手の限界突破できるようにっていう感じで A ランクの方は取っといてあります。はい、ということで早速やっていきましょう。まあ、一番さ、めっちゃ欲しいっていう選手はそんなにないんですけど、まあ欲しいって言ったら桑田選手は欲しいかなという感じかな。よし、来た、ありがとうございます。よしよしよし、桑田選手欲しい。おお、石毛選手、あ、ショートだっけ、ショートの C か。まあ多すぎって言われるけど、またはい、30%いきましょう。まあここは出るんじゃないかなと期待しております。 10% 出たから、前回も 10%30% 出てるから今回もお願いしますまずいね、出ないか。はい、という感じで、こんな感じかな。まあ S ランク1枚出ただけでまあ十分かな。ちょっと能力だけ見とくか。石毛選手ミート81番でいくのか。まあでも坂本の方が能力高いし弾道も高いし守備も高いんだよね。ってなると使わないかなっていう感じなんだよね。能力はいいんだけどな。限界突破も一応にやろうと思えば2回できるし、まあちょっと考えますね。必勝アリーナちょっとここで、まあ、S 出なかったら走ろうかなとも思ったんですけど、まあちょっと今回はやめようかなと思います。まあもしかしたらやるかもしれないな。意外とね、結構順位がガンって上がって、まあいけそうならいいや、まあ3000ぐらいは狙ってみようかなと思うけど、まあ多分入んないかなと思います。ということで今回は必勝アリーナのね報酬の 30%10% をね引いてみました。まあ狙いのね桑田選手は出なかったんですけども、まあ S ランク出たんでまあいいかなと思います。ということで、動画最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価お待ちしております。ということで以上、たくみでした。